やっつけようと思って喧嘩するのは良くないと思う。パパ連れてってね。うん。行くよ。はい。はい。はい。皆さんどうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。ゆゆです。イエーイ。はい。ということでですね、今日はお昼ご飯も作っ、お昼ご飯をね作っていこうと思うんですけども。もうね、もう今日はね、さらっと簡単にやりたい簡単にやりたいけど、でもちょっと子供たちお腹がたまる、お腹にね、たまるようなご飯を作りたいなということで、ロコモコ丼を作ろうと思います。ロコモコ丼なんだけど、ちょっと昼からね、成形したりだとかソース作ったりだとかちょっとめんどくさいんで、ちょっと簡単な風なロコモコ丼をやろうと思います。ではやっていきまーす。まずは玉ねぎをみじん切りにしていこうと思います。玉ねぎは2個入れます。お、来た、来た、ね、こんにちは。どうも、こんにちは。こんにちは。じゃあ玉ねぎを2個切ります。長澤くんだろ。長澤くん懐かしいな。長澤くん、長澤くん切ります。なんか残酷だな。まるちゃんよく見てた。サザエさんとマルちゃん。おー、私も見てた。私でも結構サザエさんみたいな、家族憧れる。あのよっちゃんのお父さんとお母さんと同居してみなかった。飽きられる。そう。そうそうそう。サザエでございます。ちょっと似てない？似てないよ。そう。ちっちゃいやつ買ってきたんだけど、ちっちゃいやつ。ちっちゃいやつを、大きいやつばかりだけど、うん、ちっちゃいやついっぱい入ってるやつ買ってきた。じゃあ大家族だからね、まあ結構使い切っちゃう。ミナが3人分ぐらいな。でもさ、ミナってあんま食ってないよね。まあね、そんなに食べない。ほんと食ってないよね。食べないんだけど、こんなになっちゃう。まあまあ、そのうち見てなさいよ、ミナさん。ナイスバーディー、ナイスバーディー。宣言し始めて早くね。適量のバターで玉ねぎを炒めていきます。入ったよ。入ったね。喜ぶんじゃないのこれ、マジで。絶対喜ぶと思う。こういうさ、うん、ポコに作ってあげるのすごい喜ぶやん。そうなの。なんかさ、やっぱ大家族って大皿料理がさ、結構メインじゃん。うん、だからさ、なんかたまにプレートにしてあげるとすごい喜ぶんだよね。うん、そうそう。ロコモコ丼なんだけど、ちょっと昼からね、成形したりだとかソース作ったりだとかちょっとめんどくさいんで、ちょっと簡単な風なロコモコ丼をやろうと思います。そろそろ玉ねぎがしんなりしてきたので、ひき肉も入れちゃいます。いきます。お願いします。はい、ありがとう。じゃあ 700g のひき肉を入れていきます。じゃあ、今回のロコモコはこういう感じでそぼろ状にしていきたいので、細かくこうやって結構混ぜます。カリッとするぐらいまで結構炒めます。キッチンペーパーでちょっと油を取ります。こうやってちょっとお肉を避けといて、油をねキッチンペーパーで吸わせましょう。ほら、いい感じに。いや、もういいや。もういいね。うん、やっぱ俺、ミナちゃんと気が合うかもしんない。本当？あの、もういいと思ったら、うん、もういいんじゃないかなと思う。やっぱちょっと言い過ぎたかなと思うと、ミナもいいって言うし、うん、ちょっと俺はミナと気が合うんだわ。よかった。なんかやっぱそういうちょっとしたこと大事だよね。性格が似てるから喧嘩はもう起こる。
あれですよ、塩コショウ。もう5年経ちますからね、結婚して。そうだね、結婚して5年経つってことは、うん、まだ一生一緒にいますよ。なるほどね。こうやってさ、うん、今まで通りやっていきましょうよ。そうだね、ね、うん、楽しく、まあたまにはぶつかることもあると思うけども、ぶつかっ、あのね、私がね、いつも思うのはね、どうした、その顔どうしたの。あのね、大事なこと言うから、今から。あのね、夫婦の喧嘩ってね、はい、どっちかをやっつけようと思って喧嘩するのは良くないと思う。どっちかを言い負かしてやろう、どっちかを攻撃してやろうという気持ちで、あの喧嘩するのはすごく良くないと思うんだけど、なんか分かり合おうとする、絆、分かり合おうとする喧嘩って必要だと思うよ、うん、でもそういうとこちょっと胸に手を当てて考えてみて、はい、人をちょっと傷つけようと思う言葉を使っちゃうことってないかな。ないです。あるでしょ、あるでしょ。やっちゃ、ごめんねって言った時あったの、ここで。そ、気持ち悪いな、よっちゃんって呼ぶんじゃねえよって言われて。それ俺じゃないな。いやいやいや、ひき肉もとてもいい感じになってきたんだけど、フライパンとかについた焦げとかもすごい旨味なので、これをお酒で綺麗にしていきましょう。お酒は一回しぐらいかな。はい、いや、こんなに料理しか作ってなかったじゃん。うわー、いい匂いですよ。そして、デミグラを入れます。ハインツのデミグラソース、もったりもったりだ。こんなに絡まってんだ。ロコモコ丼っていうのは、上からソースをかけて、ハンバーグにね、ソースをかけて丼にするんだけど、うん、だけど今回はね、ソースを作るのも、ハンバーグを作るのもめんどくさいので、こうやってデミグラソースのデミそぼろを作っております。おデミそぼろね、最高だよこれ。デミグラスも、全体に波にしたので、調味料を入れていきたいと思います。お砂糖が大さじ、そしてお醤油を大さじ1入れます。そして次、コンソメです。じゃあ風味付け程度のバターを入れていきます。だいたい今こんな感じ、混ぜ合わせていきます。はい、じゃあ混ぜ合わせましたので、ちょっと一旦味を見ようかね。はい、うん、うんうんうん、これね、レタスって知ってるかい？これを、ここをキュッと押さえると、うん、こうやって押さえると、うんうん、ここって取れるの。すごい、これ初めて知った。お野菜もいっぱい取らしたいからね、子供にね。ちょっといろんなお野菜も乗っけたいところ。ヘタを取って、ホワイト切りたいね。4分の1でいいか。4分の1の方が可愛いわ。目玉焼きを作っていこう。パパ何人だった？8人です。8人ね。はい。8。はいよー。はい。
ちみちゃん。合わせてください。はい。いただきます。いただきます。うん。食べないで。美味しいね。美味しい。よかった。いや、これ肉が、お肉、ひき肉が美味しいよ。ひき肉。うん。これひき肉でしょ。まだあるからね。このひき肉のお肉が美味しすぎる。美味しい。めっちゃ美味しいわ。ちょうどいいね焼き加減あ、美味しいですね、うん、はい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 、うまなんかハワイ行った時思い出す、ハワイ行った時思い出す、うん、でロコモコ食べたの、食べて、うん、美味しかった、美味しいね、どう現地のとどう比べてどう、うん、負けないね、うん、負けないし、うん、ひき肉がいいですよ本当に、うん、この味付け最高、良かった良かった、この味付け最高本当に、うんうんうん、じゃあ今度さ、パパにさ、うん、そのロコモコの現地連れてってもらおうよ、うん、これがもっと美味しいところがあるんだよ、パパ連れてってね、うん、行くよ、ハワイ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 、アンズアンズ、ハワイアンズはい、それでは皆さんペロッと美味しくいただいてくれたのは嬉しいわ、本当に一生懸命作ったお甲斐がありました、いや今日も美味しいお昼ご飯がいただきました、皆さんもよかったら試してみてくださいね、すごく美味しかった、食べやすかった、うん、ひき肉いいよ、ひき肉いいね、よかった、俺が言う、俺の仕事だからロコモコ丼はハンバーグより